どうも、旦那です。今日は我が家のカッカを眠りから叩き起こした罪でスイカのノンアルカクテルをお作りしようと思います。久方ぶりのダブ水に不意をつかれたとはいえ、私が撒いた種なのは間違いないでしょう。スイカだけに。とにもかくにもこのままではいつスイカ割りゲームが勃発してもおかしくないので、早急にスイカを使った美味しいモクテルをお作りして我が家の平和を取り戻していきたいと思います。食材のためとはいえ、食材にはこだわりたいところであります。美味しいカクテルを作るためには、やはり材料選びが肝心でしょう。例に漏れず、スイカにも選び方がありますが、黒い縞模様が濃くはっきりしている方が甘いことが多いです。あと、叩いた時に低い音が鳴ると美味しいという噂もありますが、購入前にお店のフルーツをしばき回すのは己が心情に反するのでやめておきます。あと、ツルがついていた部分が少し凹んでいると完熟している証拠みたいです。身がパンパチコに膨れ上がると自然と頭が凹むということでしょうか。自然の恵みに感謝しつつ容赦なく切り倒していきましょう。そういえば今気になっている商品があるんですよ。山崎実業のお茶を作る容器。お茶を作ったら直接冷蔵庫にぶち込んでそのままグラスに注げちゃう画期的な商品。やはり常温で置いておくと傷むの早いんですよね。今でこそマシにはなったものの、我が家のカッカはあまり水分を取られてこなかったんですよね。逆に私は水飲み満の称号をいただくくらい飲み倒しておりますが、口酸っぱく水分補給を進めた結果、今ではかなりお飲みになられるようになりました。が、水よりはお茶の方が良かったり、氷が入ってたりするとより飲みやすいそうで、なるべく我が家では麦茶を入れておくようにしております。なので冷蔵庫からお茶が直接注げるとメリットが大きいんですよね。氷も節約できますし。まずは庫内の中にあるジャムなどのカクテル材料を整理しておかないと入れるのが難しそうですね。話は変わって、昔小学生の頃、種を食べるとお腹で育つんだぜ、スイカ。という椅子をしばらく本気で信じていました。何でもそのまま受け止めていたあの頃のピュアさが実に眩しい。まあ今でも誠実で真面目な性格なのは変わっていないのですが。この前久しぶりに高校の同級生と3人で飲んできたんですけどね。2人とも立派なパパになってすっかり変わっちまったな。と思っていた矢先、入店したカラオケで誰一人1曲も歌わずに3時間ぶっ通しでカードゲームしていました。やはり大人になってもやることは変わらないのでしょう。お子さんはまだまだ小さいみたいですが、そのうち一緒にカードゲームやったりするのでしょうか。将来が楽しみです。カッカのゴキブリも取れたところでようやく俺のターンになりました。お仕事でいない日を見計らって私も夏を堪能しようじゃありませんか。いや、スイカ余らしてしまうのは良くないと思うんですよ。あくまで環境に気を使ってるだけなんですよね。人に優しく、お財布にも優しくが我が家の心情でありますから。今日はちょっと勢いをつけたいので、スイカと相性抜群なテキーラをぶち込んでいきたいと思います。塩もグラスにつけておけばバッチリです。いただきます。ごちそうさま。